はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ヘルナンデス選手が今季帰ってこないんじゃないかなっていうところでお話しさせていただきたいなというふうに思います。先日ね、ヘルナンデス選手がセンターで守備機会の際にですね、左手首を骨折してしまいまして、どうなのかなとか、いつ帰ってくるのかなっていうような、情報をね、待ってたんですけども、少しね、手首の骨折というのが判明しまして、その部位であったりとかね、その、診断の名前から見るとですね、大体3ヶ月から4ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなっていうような、ところがあるので、今シーズンの復帰というところは、少し、厳しいんじゃないかっていうところを、僕は無理はしない方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、実際、ヘルナンデス選手が入ってきてくれて、巨人の打線に厚みが増して、そこからね、点を取れるようになったっていうのがね、100% あると思うんですけども、そんだけのね、選手、中心選手に、なりつつあったような選手が、離脱してしまうというのは、非常に残念ですし、悲しいことではあるんですけども、そういったところで新しい選手であったりとかね、チャンスが生まれるっていうのも事実ではあるので、そこにね、期待していきたいなというふうに思いますと。で、やっぱり手首というところはですね、前も言ったかもしれないですけども、非常に野球において大切な部位ですよと。で、バッティングをする際にですね、やっぱりこう左手首がね、寝てしまうとというか、こう、手首の効かしが効かないと、こう、ヘッドが寝てしまう原因にもなりますし、やっぱある程度こう、ロックというかね、ここを強くこう、手首をクッとこう、なんていうんだろう、ロックをした上でバッティングってしていかないと、速いボールであったりとか強いボールにこう、負けてしまって、全部ファールになったりとか、弱いポップフライになりやすいというところがあるので、そういったところでヘルナンデス選手ね、右バッターっていうところありますし、非常にね、大事なところではあるので、あんまり無理してね、打撃を、崩したりとか、あまりこう、感知せずに、リハビリ、復帰をしてしまったりとかするとね、これからの、彼のキャリアにも影響するのかな、というふうなところはあるので、僕は正直今年はね、もうすごく頑張ってくれましたけども、途中から入ってきてね、頑張ってくれましたけども、あんまりもうね、無理せずに、休んだ方がいいんじゃないかな、っていうところは僕は、思うんですね。僕の思うところで言えばね。早く帰ってきてほしいの。それは万全になってね、帰ってきてほしいところあるんですけども、なんか痛みを抱えながらね、プレーするぐらいだったら、来年以降ね、ジャイアンツを支えてほしいと思いますし、しっかり直してくれる方がね、僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その中で昨日ですね、モンテス選手がね、直訴というか、僕、どこでもやりますというところで、レフトをね、守備練習の際にはですね、ライトを守ってたんですけども、昨日のね、試合ではレフトを途中から守って、打撃でもですね、3安打猛打賞というところを、途中出場で、3安打猛打賞って、ものすごくすごいことなんですけども、非常にね、素晴らしいバッティングができていると。で、バッティングの技術のところに関して言えば、やはり変化球を打つのが上手いなというかね、特に低めのボールであったりとか、変化球を打つのがすごく上手いなっていうのがあるので、やはりセリーグの野球というか、日本の野球ってどっちかというと、セリーグなんか特にね、変化球が多かったりとか、やっぱ低めに投げようっていう、やっぱりね、ピッチャーもね、そういう風にやってくるんで、そういったところで日本にね、適応しやすいというか、非常にヒットゾーンに、飛びやすい、スイング軌道をしてるんじゃないかなと思うんですね。で、タイミングに関しても、ゆったりね、取れてるっていうのがあるので、非常にね、いい打者だなっていうふうなところは思いますし、もともと7番とかでね、起用ありましたけども、下位打線の起用がありましたけども、僕は、上位を打つだけのね、実力もね、あると思うので、そういったところで、レフトへの起用っていうのが増えて、来る可能性も僕は十分あると思うので、昨日はね、テストという形でね、ちょっと使ってみたみたいなところあったと思うんですけども、安倍監督のコメントから見るようにですね、非常にこれから起用が増えていきそうだな、みたいなコメントも残されているので、非常にね、面白い、オーダーになってくるんじゃないかなと思います。昨日僕出させていただいたね、動画でね、モンテスのレフトというか、さすがに難しいんじゃないかっていうお話をさせていただいたんですけども、
まあね、難しい、まあ内野手がまあ外野行くのはまあまだできると思うんですね。ただやっぱりこう、まあ慣れないところであったりとか、間一髪のところで、まあ何かミスが起きる可能性はあると。ただ、あれだけね、打ってくれれば、それをね、上回るだけの、貢献度っていうのはあるかなというふうに思うので、まあそこはね、まあ天秤にかけた時にどっちを取るかっていうところだと思うんですが、まああれだけの打力を見せつけてくれるんであれば、見せつけるんであれば、僕は多分おそらく阿部監督はレフトでね、起用していく可能性というのも高まるんじゃないかなと思います。で、今最近 X なんかを見てるとですね、まあそもそも、まあ岸田選手を出す必要性あるのかみたいなところがね、結構議論になってますと。で、その方々の、まあ言い分というか、まあ主張はですね、まあ大城選手を、まあファーストからキャッチャーにやって、で、今レフトを守ってるね、岡本選手をファーストにやって、で、レフトをモンテスにすれば、なんていうの、影響はないんじゃないかっていう、まあ意見があるんですね。で、それに関して言えば僕も、賛成というかね、全然それはすごくいい、アイデアだと思いますと。で、ただ、やはり阿部監督の中で、保守、岸田選手というところをすごく評価してるんだと思いますし、まあ、ここまでね、リードでやったりとかっていうところも、非常に、まあ、抑えてきてると。まあ、まあ、リードがね、良くても、まあ、ピッチャーに投げ切れなければ打たれる可能性はあるんですけども、まあ、そのリードに対して、まあ、ピッチャー陣もね、ある程度やっぱり応えてくれてるっていうのがあるので、まあ、成績もね、出てるんじゃないかなと思いますし、まあ、盗塁阻止であったりとかっていうところも、まあ、セリーグナンバーワンだと思いますから、そういったところで非常に、まあ、若さというところもね、ありますし、まあ、これからジャイアンツを引っ張っていくというところで、まあ、未来に期待してるっていうところの面もあるんじゃないかなと思います。で、それに加えてですね、まあ、岸田選手を擁護するわけではないですけども、まあ、そのベンチであったりとか、まあ、そのマウンドにね、まあ、阿部監督が来られた際に、まあ、キャッチャーに結構よく聞いてるシーンをね、テレビ中継でよく見るんですけども、その際にですね、まあ、その、なんて言ってるかは僕は実際わからないですけども、まあ、安倍監督に対してもですね、積極的に発言をしたりとか、まあ、提案なのか、それはわからないですけども、しっかり安倍監督とも話してるし、まあ、その、まあ、ピッチャーともね、もちろんコミュニケーションを取ってるっていうのがあるので、まあ、やっぱりそういったことができてると、やはり、まあ、間違った、仮にね、岸田選手が間違った考えというか、あ、これどうなのっていう考え方があったとしても、そこをしっかりコミュニケーションの話し合って、じゃあ岸田お前はこういう考え方って今言ってるけども、こういう考えはできないかみたいな会話が出て、できていくとね、どんどんね、まあ、より良い、考え方であったりとか、いろんなね、配球のバリエーションであったりとかっていうところも、どんどんね、知識であったりとか、そういったところで蓄えていけると思うので、実際ね、別に大城さんが考えられてないとか、コミュニケーション取れてないとかいうわけではないですけども、非常に、まあ、捕手1年目というかね、こんだけ出るのは彼のね、経験上初めて、キャリアの中で初めてですけども、その中でもですね、しっかりね、僕はよくやってる方だと思う。よくやってる方というか、よくやってると思いますし、正直。うん。だし、やっぱりこう、試合に出てない、時とかに自分でメモしたりとか自分で感じることがあったりとかね、そういったところを普段からね、出てない時からやっぱりこういろいろね、彼の中の頭の中でね、考えたりとかいろいろ聞いたりとかしてた成果があったから今ね、試合にこうたくさん出てる中でも自分の意見を言えたりとか、まあ間違ってることもあるかもしれないけども、そういったところで経験ができてるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。で、まあやっぱりこう、まあ大城さんがキャッチャーに戻ったりとかすることも僕は必要だと思うし、やはり、まあ岸田選手ね、1年目というところもあるので、まあ少しこう、配球を読まれてきたりとか、偏ったり、するところって、本人がね、偏らないようにと思ってても、絶対データで出すと、確実にね、偏るところはあると思いますから、そういったところの、まあ目先をね、相手の目先というか、変えるっていう意味でも、まあ大城さんをね、まあ使ったりとか、しながらね、僕は併用をしていったらいいんじゃないかなというふうに思うし、まあ、一昔前はですね、一人のキャッチャーが務め上げるっていうのが、まあ理想というか一番いいと言われてた時代がありましたけども、今、まあどこの球団見ても、まあある程度やっぱりね、併用っていうのが、まあ主流になってきてると思うので、まあデータがね、盛んな野球になってきてるので、より一層ね、
そういう併用性であったりとか、質の高いキャッチャーが数名いるっていう、この今の巨人のね、状況っていうのは、現代のね、野球において素晴らしい、ところだと思いますし、偏る、必要性はないと思いますし、ここにね、すごくいいものを持ってると思うので、どんどんね、大城さんもキャッチャーで、出していったらいいんじゃないかなっていうのが僕の意見です。はい、そんな感じでですね、ヘルナンデスの怪我の件からですね、まあいろいろモンテスの守備、キャッチャーの併用性みたいなところについて語っていきました。まあ、皆さんもね、非常に、野球の知識にね、長けてる方が非常に多いと思いますから、ぜひね、コメント欄でいろいろ僕にね、野球を教えて、欲しいですし、皆さんの考えをね、シェアしていただいて、僕もその意見を見て、あ、僕ももう一回こう、考えをね、練り直したりとか、うん、もっとより良いね、発言であったりとか、動画をね、撮っていけるようにやっていきたいと思いますんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。